万願寺温泉は、熊本県阿蘇郡南小国町にある温泉。万願寺を中心に発展してきた。万願寺温泉の露天風呂万願寺川沿いに、温泉街が広がる。宿泊施設は3軒存在する。共同浴場は3軒存在する。万願寺温泉館と川沿いの露天風呂と、この川湯上流100メートル地点にある上湯である。上湯は、万願寺温泉館改築の際には、 男性専用浴場となっていた。万願寺から少し上流に登った川沿いにある露天風呂の川湯は川元同じ高さに湯船が存在する。道路、ガードレール、歩道、橋の上からも丸見えのため入るのに勇気を要する。入浴用の湯船の横には地元の人が米を磨いたり野菜を洗うのに利用する湯船もある。夏場は良いが冬場の湯温は低めである。 小国教は、鎌倉時代に、法上氏の所領となり、文永の役の際、鎮税奉行法上寺典が、国土安泰を祈願してこの地に、万願寺を建立した。寺には、国の重要文化財に指定されている時定め及び、執権法上寺宗の肖像画のほか、県指定重要文化財の仏像、古文書が収められ、室町時代の趣を伝え、九州最古の庭園と言われる、 万願寺庭園や北条寺庭、庭層、随地の墓など史跡、文化財が残る。万願寺根流の折に寺庭が植えたと伝えられる、コンピラスには、樹齢千年、幹回り12メートル、樹高約30メートルという多すぎで、国の天然記念物に指定されている。露天風呂、川湯左横50メートルに、万願寺境外入り口がある。 歩いて50メートルほどで町営の無料駐車場がある。南小国町の中心部から南東約3キロメートルに位置する。ありがとうございます。